どうも皆さん、こんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。今回もこの小さいウクレレを使いましていろいろな曲に挑戦してみましょう。さあ今回は久々の登場、ハワイアンソングです。ハワイアンソングの、代表曲ロイヤルハワイアンホテルという曲をガズレレ流簡単アレンジでやってみようと思います。この曲はね、もういいですよ。もう思いっきりハワイアンですね。はい。で、ガズレレではですね、結構ハワイアンの曲やってるんですよ。今までやったハワイアンの曲、一応ここにリンク貼っておきますので、ちょっと興味ある方、見に行ってみてください。いつものように2バージョンをやります。最初のバージョンは初心者様でもできるようにしたコード3つにしました。コード3つでこの曲ができるなんて嬉しい。ただし、ハワイ語なんでね。ちょっと言葉難しいです。なんか言いづらい言葉が多いんですけど。裏技、公開します。ひらがな表記ですから。フラのね、曲でハワイ語が出てきたら、ひらがなが一番読みやすいってことが私のデータで分かりました。カタカナだとまたそれも読みづらいっていうのがありまして。まあ、やってみてください。で、後半はかっこいいバージョンね。ちょっとリズムもかっこよくして、コードもちょっと足されます。まあ、ほんとまさにあの雰囲気が出るように。かっこいいバージョンをやってみようと思います。2バージョン最後までご覧になってください。さあ大好きな曲、聞いて踊るのもいいですけど、ウクレレで弾いて歌ってこの弾き語りやったらね、もう本当に楽しいんで、ぜひ皆さん始めていただきたいんですけど、音楽苦手とか楽器はやったことないから無理というあなたにこそこのウクレレはね、最高なんですよ。弦も4本しかないし、響きもいいし、ちっちゃいからいつもどこでも持っていて触ってられる。で、今ご覧になっているガズレレ YouTube チャンネルを見ているだけで、どんどん音楽ができます。このね、ハワイアンソングとかももちろんできるんですけど、最新の J-POP からもう昭和歌謡曲から洋楽からもう何でもできるすごい楽器なんですよ。しかも簡単。最初はめっちゃ簡単ですけど、奥も深いですけどね。とにかく、始めてください。YouTube だったらタダですからね。スマホでもいつでもどこでもこう見られるわけですから、ぜひお願いします。もうちょっとしたらここにリンクあります。このリンク先の初心者リストのここというところに行っていただいて、数字の順番通りに動画を見ながらウクレレ触ってるだけですぐできます。じゃあリンクありますよ。ここです。行ってらっしゃい。クリック。いってらっしゃい。そこにはもうすでに700曲のありとあらゆる音楽のウクレレ簡単レッスン動画が上がってます。ガズレレ私が上げてますから、本当楽しみですよ。これからはどんどん音楽やりましょう。よろしくお願いします。では早速行きましょう。ロイヤルハワイアンホテル、初心者さん入門バージョンでやってみます。ワン、ツー、スリー。んてんてん、てんてん。ロイヤルハワイアンホテル初心者さん向け簡単バージョン。とろけるようにやってみました。いいですね。こうなんかこうまろやかな感じが出ていると思います。はい。で、
どうですか？ひらがないいでしょ？ひらがな、これハワイ語っていうのは、ね、文字がないらしいので、英語で書いても、ひらがなで書いても、カタカナで書いてもね、いいというふうに私は思ってるんですよ。で、今のはもちろん聞いていただいて分かったと思うんですけど、かなりショートカットバージョンなんですけど、これ同じのを、コード全く同じで歌詞がどんどん変わっていくだけなんですよ。で、順番、同じのを2回やったりとかして、ハワイアン独特の進行があるんで、とりあえずこの1個のパターンを覚えちゃったら、その後で自分でどんどん書き足していって、オリジナルの歌本を作ってください。その時の参考になるようには私のノートを見ておいてもらおうと思う。ちょっとね、ややこしくなっちゃったんですね。何ややこしいかというと、これいつものことなんですけど、上の段はシンプル簡単バージョンで、下の段は、ちょっとかっこいいバージョンの時のコード進行なんですよ。で、ほら、ここね、かっこいいバージョンはちょっとコード進行が変わって増えるんですよね。この辺がちょっとね、こうやってノートに書くとごちゃごちゃになっちゃってるんですけど、まあまあ、今のはシンプルに上の段やった。コード3つだもん！コード3つ。出てきたのは C と F と G7。はい。で、このワンブロックでもう繰り返すだけなんですよね。で、イエントロはこれです。まあ、ちょっと一回一時停止してメモっといてください。はい。で、この2行がずっと繰り返されるという状況になってるんですけど、まあ今やってるのは本当はね、1番2番やって、1番を2回やってとかそういう構成があるんですけど、まあ、この辺まで、ここはね、最後にもう飛んじゃったんですよ。最後の歌詞に。なんでこの間、埋めてください。多分ね、7番か8番ぐらいまであると思うんですけど、コード進行は全く一緒です。歌詞が変わっていくだけなんで。どっか1個書き出してもらって、それをどんどん書き足していって、歌詞を乗っけていくっていうのがいいと思います。もうひらがなでもいいし、もうカタカナでも英語でも、まあその方のね、ご自由に歌詞を書いて書き込んでもらえばいいと思うんですけど、ちょっとやってみてください。テロップを見ても分かりやすいかもしれない。じゃあ出てくるコードを解説します。今出てきたバージョンも3つ。C と F と G7。やりました。 C と F と G7 コード3つで今のロイヤルハワイアンホテルガゼレビル簡単バージョンはやりました。この3つはですね、もう入門コードなんですよ。強烈入門コード。どのぐらい入門コードかというと、先ほどここをクリックしてって言って初心者レッスン動画の一番最初に覚えるコードがこの3つなんですよね。なんでまあこれは本当に超入門コードで、ここからちょっともうスルッとかっこいいバージョンに自然と入っていきますけど、かっこいいバージョンではここに D7 とEm7 というコード2つが足されます。なんで、これちょっとこれができた人はすぐこっちのコード進行に切り替えてもらいたいんですけど、とにかくこれ5個のコードで、できちゃうんですよ。で、しかもこっちも入門コードなんですよね。で、この5個のコードなんですけど、今日この解説はですね、これ見てください。ガズレレ必須コードという、ものがあります。これ何のことか。ですね、音楽をやるときにはね、コードを弾いてメロディーを乗せる。このコードを覚えないといけないんですけど、コードっていうのは実はもう星の数ほどあるんですよ。全部覚えるなんてとてもじゃないけど無理で、キーが変わったりなんかすることいろいろ出てきちゃうんですけれども、このウクレレで音楽を始めようと思った方、ウクレレにとってですよ、ものすごく便利で素晴らしいコードのグループがあるんですよ。もう簡単に抑えられるって夢のようなグループをガゼレレ必須コードと言ってます。これね、8個のコードのグループです。8個。8個覚えちゃったらもう本当にね、あらゆる音楽が ほぼ、8割ぐらいできますというコードで。まず最初にこのガゼレ必須コードを覚えてもらうように、私は推奨しておるんですけど、以前この8個のコードを、私がめちゃわかりやすく解説してる動画、頭にストーンと入る、めちゃくちゃわかりやすく楽しく覚えられる動画、ここに貼っておきます。ここで8個マスターしてください。この8個のコードの中の今日は、ここに、まあ、5つ。今のはもちろん3つバージョンですけど、かっこいいバージョンでも5つなんで、これ全部入ってますね。バッチリマスターしていきましょう。よろしくお願いします。ではここからかっこいいバージョンに入っていくんですけど、かっこいいバージョンはやっぱリズムですね。リズム、基本的にはルンルンビートというガズレレオリジナルで表現しているリズムを採用しようと思います。ルンルンビートってどういうやつかちょっとやってみましょう。 C をコードを押さえます。 1,2,3,4 全部弾くんですけど、アクセントがついています。ドンドバンドトントンバン。しかもシャッフルというリズムです。普通のリズムはタッタッタッタ、シャッフルのリズムはタッタ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 、跳ねてます。これで、アクセントつけながらドンドダンドドンドダンドドンドダンドドンド、これをルンルンビートと言っております。ルンルンビートをメインでやって、そしてね、ここにも書いてます。ルンルンビート、ルンルンビート、はい。これ、表を見ると分かるかな。黒がアクセント強い、白が普通に弾くとこ。ズンズ、ダンツ、ズンズ、タンツ。この距離は跳ねてるから。タッタ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 ってことですね。
これルンルンビートと、あと見てください。要所要所でカッティングの決めを入れましょう。下見てください。ダッツ、ダッツ、ダッツ、ダッツって書いてあります。はい。このミックスでいこうと思います。で、このカッティングの決めなんですけど、要所要所にこの感想が入ってくるんですよ。この曲っていうのは。その感想の時などに主にやってみようと思います。ちょっとその感想のところやってみようかな。ダッツ、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 こんな感じ。カッティングです。ダッって左手で止める。これ入れてみましょう。これカッティングっていうのはね、左手でこうピンマンやったんですけど止めるんですよね。はい、右手で止めずに左手で止める、これをカッティングっていうふうに言うんですけど、このだからルンルンビートとカッティングを混ぜた、雰囲気を出していこうと思うんですけれども、2つのリズムの弾き方、ここにリンク貼っておきます。ここのリンク先はガズレレのホームページの1枚で、ウクレレでできるリズムのいろいろとい いろんなリズムの解説動画をまとめてるんですけど、そこからまずはルンルンビートやってみましょう。ルンルンビート、さっき言ったズンズダンズン、それでそれがちょっとできるようになったら、カッティングっていうところでこう音を止めて、ダッツ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 ってこうたまに入れてくる、こういう感じでやってみようと思います。はい、これはですね、いろんな弾き方を考え、8ビートでももちろんかっこいいと思うんですよ。なんですけど、なんかちょっとゆったりした感じがより出せるように、のんびり感というか、ハワイのこの心地いいハワイアンブリーズがこう表現できるようなイメージで、ゆったりやってみようと思います。で、最後面白いメロディーがありますよ。ずっと、ま、基本的には同じ繰り返しなんですけど、ここ見てください。エンディング。最後、ここ、ラストって書いてあります。ここ。1弦。3、5、6、7って書いてあります。ここからちょっとエンディングやってみましょう。いきますよ。で、つて、つて、つて。3、5、6、7、4。ラストのとこ。てん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 。やってみたいでしょ。3、5、6、7。だから、人差し指で3、3フレット押さえちゃう。1弦ね。早いから。ちょっとやってみましょうか。これ。最後の最後でこのワンフレーズ。口でもちろん一緒に言ってもいいですけど、メロディー弾くのももちろん最高でございます。こんなことを織り交ぜながらね、ロイヤルハワイアンホテルガズレレ流、かっこいい場所。やってみる。ワン。かっこいいバージョンやってみました。今のガズレレバージョンでは、ルンルダンガってこれルンルンビートでやってみたんですけど、8ビートでもいいと思いますし、ちょっとこだわる方は、ダンガダダ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 、この3連のリズムでもこれぴったりです。いろんなリズムでやるのはいいんですけど、やっぱりね、言葉、歌がね、しっかり歌えるのはいいと思うんですけど、ハワイ語がですね、やっぱりね、言葉言いづらいっていうかですね、まあ相当な脳トレになります。なかなかね、奥が深いです、これは。で、やっぱり曲をね、聴くと、ハワイのパートをね、景色が浮かぶなという感じで、いいですね。ハワイアンは行ったりしてて。皆さんもぜひやってみてください。さあ、ちょっとね、ガズレレいろんなことやってるんですよ。この YouTube もそうなんですけど、本も出してます。いろんなイベント、リアルで会ってみんなでワイワイ、いろんな質問したり、一緒に弾いたり、やるイベントもやってます。ちょっとこの後ご案内しますんで、お時間ある方はご覧になってください。今日はありがとうございました。皆さんまた会いましょう。さよなら。ご案内、どうぞ。はい、ガズレレホームページご覧になってください。ドン、ガズレレ .com でございます。イベント情報も盛りだくさん。はい、まず、ドン、こちら、お願いします。6月の16日。沖縄6月30日
長野県長野市。7月14日は行きます、奈良に行きます。はい。で、6月15日の前日、沖縄那覇の純駆動書店さんでトークショーサイン会、リットミュージックから出る100曲の本のね、このイベントをやって、その翌日ワイワイやりましょうということになってます。で、都内はこれがあります。ドーン、千人ガズレレ、毎年恒例ですね。もう今や3回目です。はい。代々木公園でアースガーデンというエコロジーなイベントの中でガズレレの時間をいただいて、その中でみんなで歌いまくろう。その情報も YouTube、こちらでも公開していくと思いますけれども、はい。まあ、いろいろ、生で待っていきましょう。そしてですね、やっぱりいろんな情報、最新情報は YouTube じゃないや、いろんな最新情報はホームページ見てくださいね。ホームページリンクここに貼っておきますからね。はい。ホームページを見てください。そこにはまあブログも書いてますから、いいことが書いてるんでよろしくお願いします。さあさあ、そんなわけでそろそろいい季節です。外にくれるのを目指して、ワイワイ楽しみましょう。さよなら、バイバイ、またね、チャオ。